日本東京都西東京市、向井台町。向井台町は、東京都西東京市の町。現行行政地名は、向井台町1丁目から向井台町6丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は188-0013。西東京市の南部に位置し、東西に細長い台地である。東から向井台町1丁目。 東京都道十二号町ふたな市線を挟んで、迎え台町二丁目、迎え台安間通りを挟んで、迎え台町三丁目、江南中央通りを挟んで、迎え台町四丁目、市役所通りを挟んで、迎え台町五丁目、府中道を挟んで、迎え台町六丁目と並んでいる。多くは住宅地だが、迎え台町五丁目に、たな市民公園があり、 向江台町6丁目の南部は、東京都立小金井公園に食い込んでおり、また学校が多数あるなど、緑地も多い。向江台町3丁目にはかつて IHI、田無工場があった。東は、神大寺街道を挟んで柳沢、南は、鈴木街道、旧鈴木街道を挟んで、新町、武蔵野市桜堤、小金井市、関野町、西は、 小平市花子金井南町、北は石寺井川を挟んで、芝久保町、南町に隣接する。町名ごとの面積、人口と世帯数、及び人口密度は、以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りでなる。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、 迎え台町3-4-83の地点で26万2000円、平方メートルになっている。江戸時代の当地域は、田梨村の商名の一つで迎え台と書かれ、田梨塾から見て石神川の対岸にある大地を意味すると考えられている。京法18年までに開拓された地域が多い。明治初期に、寺迎台が分割され、西部が、寺上広大、東部が、 地下広大になった。町内に、駅、鉄道路線はない。最寄り駅は、田梨町4丁目の西武新宿線田梨駅、または、武蔵野市堺1丁目、堺南町2丁目の JR 中央本線、西武玉川線武蔵堺駅。武蔵堺通りは、武蔵堺駅方面から、田梨市駅、ひばりヶ丘駅方面を結ぶバスの経路となっており、 西部バスの多数の便が行き交う。また、3丁目に、ビーガーデン西東京、5丁目に、向かい台町5丁目と関東バスのターミナルが2つ、所在する。西東京市、コミュニティバス、花バスの第3ルートが3から6丁目を経由して、田梨駅と東伏見駅を結んでいる。ありがとうございます。